さんこんばんは。デッドバイデイライトやっていきたいと思います。さて、まずは発電機の場所が分かんないんだよな。大丈夫ね。発電機あるかな。あれ、発電機どこにあるの。一人せずにやられてんな。もう一人釣られちゃったの。まずいんじゃないそれ。遠いですね。ちょっとやばーい。いやー、一人やられましたね。だな。っていうか一人助けないとこれまずいでしょう。やばいね。助けに行けるかな。おっと、割れてるか。さて、助けに行こうか。やばーい。治療キット、やばいね。みんな傷ついてるね。厄介だな。発電機も直さないといけないけど、釣られてらーな。ちょっと直すか。割れてるか。割れてるっぽいな。割れてるっぽいね。危ねえ。痛いてー、やられたー。とりあえず他の人がね、回復してくれれば。釣られるのはしょうがない。誰か一人発電機直しててほしいな。相手の人多分慣れてるっぽいですよね。これ見ると発電機直してる人がちゃんと欲しいな。意外ないか。なそうですね。修理のあれがないのか。何ができる。発電機を直すことぐらいかね。
いな。一人は直してくれてるとしよう。よしよし。相手を放置してるってことは、難しいですね。いつも残ってるよ。あ、ありがたい。ありがとう。これ厳しいんじゃない？4つ残って2人でしょ？ほっ、いる。シーンだけ注意して。使ったらやばいね。
別々で動いた方がいいね。そっちの方が時間稼げる。箱ですね。これで多少は修理が早くなるはずです。乗り越え、やばいな、どこか行ったな。発電機壊し回ってますね。助けに行った方がいいな。こうですね。やべえ、カラスが鳴いたから来ちゃうかな。嘘、一人になっちゃったな。どこだ。嘘、バレてる。うわ、難しいです。ああ、もがこもがこ。そこまでは諦めない。ハッチの場所分かってればね、場所は違ったんだけどね。ああ、間に合わないな。ああ、天に召された。ということでね。いやー、キラーの人うまかったですね。次回お楽しみに。さよなら。